はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最強必殺技ランキング、やっていこうと思います。必殺技、結構ありますよね。その中で、一番ダメージを与えれるのは何なのか、調べていきたいと思います。それでは、検証方法を説明しますね。攻撃はキングヒドラに行います。キングヒドラに5回攻撃をして、その平均値を測定します。装備は見せ売り最強の武器、そして防具アクセサリーはつけません。もちろんスキルパネルも全て外します。別の職業だけども同じ必殺技を持ってることってありますよね。その時は攻撃力が高い方で測定します。そしてスーパーハイテンション状態で全て攻撃します。そして最後です。バフはかけません。ノーマル状態での測定となっております。それでは全ての必殺技の測定が終わりました。では結果発表いってみましょう。10位から1位まで発表します。まずは10位から。第10位です。第10位は、コンセンサツですね。ダメージの平均が899となっております。なんか、物騒な必殺技名ですけども、なかなかかっこいいですよね。第9位です。第9位は、怒涛のカムシカ、フーラの必殺技ですね。平均ダメージが976です。これはね、全体に当たるやつなので、かなり使えますよね。やっぱりフーラは、何でもいけるね。第8位。第8位は、ヒューザの技、百戦錬磨斬りですね。平均ダメージは、1072となっております。見た目がかっこいいので、俺、この必殺技、結構好きなんですよ。でも、体験を装備するメリットがあんまり感じられないんですよね。行くぞ!行くぜ、覚悟しろ!第7位です。第7位は、ヒューザの技、コーマ・グレンザンですね。ダメージの平均が1102となってます。これね、MP も吸い取るので、かなり使えるんですよね。やっぱりヒューザは、斧なのかな。行くぜ、覚悟しろ。第6位。第6位は、ヒューザ全身全霊斬りですね。平均ダメージ1285となってます。ヒューザは効果力が揃ってるんだけども、似たようなやつがあるんだよね。百戦錬磨斬りとかすごい似てるんだけども、なんか、どうにかならないのかな。グループに攻撃するとかさ。第5位です。第5位はダストンの極竜打ちです。平均ダメージ1203となってます。ダストンはね、攻撃が意外と強いんだよね。これもいいし、普通の攻撃とかも結構ダメージ与えれるやつがあるので、そこそこアタッカー能力としては高いのか。まあ、デバッファーとしての能力が一番高いんだろうけどね。強いな。手加減はしないわ。いただけよ。
第4位。第4位は、マイユのライガークラッシュ。平均ダメージ1318ですね。かっこいい。とにかくかっこいい。でも、マイユはね、爪装備することはあんまりないんですよね。多分最初のうちだけじゃない?後になると、もう素手で攻撃し出すので、なかなか最初のレアな必殺技だと思います。第3位です。第3位は、ドルマドンですね。これはね、属性ダメージとかがありそうなので、ちょっと微妙なところだと思うんですけども、まあ3位ですね。平均ダメージが1512ですね。まあかなりダメージ与えれることは間違いないんですけども、この属性の耐性とかがちょっとわかりません。まあ一応3位、ドルマドンです。第2位です。第2位は、不死鳥天武ですね。これが2位か。ずっと斧を使ってたからね、まさか片手剣が強いとは思いませんでした。平均ダメージ2211です。かなり強いですね。しかもこれ攻撃して、HP も回復したりするんで、すごく使えるんですよ。ヒューザには必殺技は不死鳥天武を打たせるようにしましょう。間違いなく強いです。第1位は連撃天武ですね。マイユの最強必殺技、これがねダントツでダメージ取れます。ダントツです。平均ダメージ2921。もう3000に迫る、攻撃力ですね。これが、何にもつけてない状態なんですよ。これに、クイーンオブハートとか、あとスキルパネルとか、いろんなものつけてくると、すんごいダメージになります。測った感じで、7000ぐらいダメージが出るので、やっぱりこれが、強いのかな。はい、ということで今日は最強必殺技ランキングでした。10位から1位まで、発表しましたけども、お気づきでしょうか。主人公の必殺技が1個もないんですよ。主人公が1個もない。まあそんなもんなんだろうかな。主人公のがね入っててもいいかなと思ったんですけども、実際主人公の覚えるやつって必殺技じゃなくって、通常技の方が強い気がするんだよね。天下無双とか剣の舞とか。通常技では主人公がいいと思うんだけども、必殺技はね、他のキャラの方が断然強いです。これはちょっとパーティー何にするか悩むところですね。主人公を入れるべきか、もしくは主人公は抜くべきか、それを今ね、ものすごく考えてます。はい。皆さんいかがだったでしょうか?なんて言ってるんだ、これ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。